米大リーグカブス5、ゼロロッキーズ、一日米イリノイ州シカゴリグレーフィールド。カブスの今永翔太投手が、鮮烈なメジャー初勝利を飾った。本距離グレーフィールドでの開幕戦で登板し、6回西までノーヒットの回答。6イニング2アンダム失点9奪三振をマークした。6回を投げ0対0で降板したが、その後味方打線が得点したことで勝利投手の権利を得た。 リリーフ陣も無失点リレーで今永を援護、チームは本拠開幕を勝利で飾った。DNA 時代から数々の名言で、投げる哲学者の異名をとっていた今永メジャーデビューし、らしい発言が次々に飛び出した。試合前の心境について質問され、周りの人は自分のことは知らない。特にやってやろうという必要もないというか、何かを背負う必要もない。 これから自分という選手はこういう選手ですというのを、シカゴのファンに証明していくだけ。特に投げる前から気負う必要はないという気持ちで過ごしていました。回答デビューには、もしこれを船出と例えるなら、まだ船からロープを外しただけというか、まだこれから150か試合ある、まだそんな気持ち、と気を引き締めていた。試合は今永が高騰を続ける中、スコアボードには両軍、 ゼロが並び続けたが、6回裏にカブスは8プ、鈴木の連打などで1死1、二塁のチャンスを作ると、ロッキーズ守備陣のミスも重なったモレルの、ランニングホームラン、記録は単打と敵質2つ、で3点の先手点を奪い、今永に勝利投手の権利が舞い込んだ。今永は DNA からポスティングシステムを行使、4年総額5300万ドル、約77億4000万円、 で、25年か26年に球団側が選択権を行使すれば、5年総額8000万ドル、約116億8000万円イコール共に契約時のレート、となる大型契約で株推理。開幕4戦目で、本拠地開幕戦となる一戦の先発を託された。オープン戦では4試合に登板、2勝2敗の防御率5、68で、徐々に調子を上げていた。